ということでですね、平翔です。ですね、本日は大阪の万博記念公園の方で、ラジコンボートのレースがありまして、たくさんの選手に来ていただきました。そんな中でですね、OB クラスも、まあ、私もそのクラスに出ているので一番、まあ気にかけているクラスなんですけども、そちらにですね、OBGC 参戦選手がたくさん来ていただきまして、これはまあすごいことになるかなと思ってたんですけども、今シーズンのストッククラスのチャンピオンの小畑選手が、も、見えられてましたので、少しですねお話を聞くことができましたし、ボートの方も見せていただきましたので、後ほどですねそちらの、動画をですね、見ていただきたいと思います。それでですね、OBGC 年間5戦で行われている、ハイレベルな、大会なんですけども、それとは別にですね、そちらには全然参戦されてない選手も、こちらの万博の OB クラスに、出ておられる方もいらっしゃいまして、そちらの選手対 OBGC 選手みたいな戦いっていうのもありましてですね、実は準優勝に、全然ですね、その OBGC には参戦されてない選手が入りまして、少しですね、ちょっとお話しさせていただいたんですけども、普段そんなになんていうんですかね、練習していないと、まあ、ぶっつけ本番みたいな感じで来てるんですよっていうことも言われてまして、ってみたいな感じになったんですけども、私なんかも、最近結構練習してるんですけども、なかなかこうですね、好結果が出せないでいるのに、その方はですね、もうほとんどぶっつけ本番で、参戦されたみたいですけども、準優勝ということだったので、なんていうんですかね、センスがあるというかですね、もともと、スタートがまずうまいっていうのは 前から思ってたんですけども、スタートがすごくうまくてですね、で、船の方も、なかなか速いので、一度前に出るとですね、なかなか速い船っていうのは抜きにくいというかですね、抜かれにくいので、なんていうんですかね、練習をそんなにしていないっていうことを言っておられました。ちょっと、ショックが大きかったというかですね、私も本当頑張らないといけないなと改めて思いました。それではですね、小畑選手の方の、動画の方をご覧ください。どうぞ。はい、ということで、すみません、OBGC2021 の、ストックでした、ストッククラス の優勝艇でですね、チャンピオンの、小畑選手の船をちょっと見せてもらえるということで、今からちょっと撮影しますので、よろしくお願いします、はい。ちょっとじゃあ、すみません、手に取って見させてもらってもいいですか。はい、はい、すみません。はなんか、まずちょっと全体的に見させていただいて、これはなんていう船ですかね。ホットショット。ホットショット。はい。どちらの船なのかね。リューマ。リューマ。ちょっと失礼します。ということだそうです。ストッククラスはエンジンノーマルで、スクリューも。自由ですね、はい。で、確か小畑選手は1戦目、2戦目、3戦目とランキング何ぐらいで、はい、3回目終わった時点で3位3位でしたよね、はい。で、最終で逆転優勝、はい、ということで、そこはこれなんか記入されてるんですかね。いや、特に何もそのままの状態です、はい。ああ、そうですね。わかりました。で、こちらが、これキャビテーションブレードが変わってるんですけど、はい、これは何かあります？効果というか波対策、波対策ですか、はい。波に対して強くなる、
はい、ということですかね。波にこう跳ねるのを、はい、あのキャビネットプレートに当たって押さえる。あ、そうかそうか、ここがこう横に逃げるから、その波が当たった時に水をここで当てて、うん、当てて前にこう受けてるんですよね、ここでね、はい、その波を、はい、なるほどですね、ありがとうございます。あとはですね、使用燃料は何になりますかね。クロッツ、クロッツの、はい、何パーセントでしたかね。25ですかね、はい、確か決まってたんですかね。あれか30まで、30までですかね。ちょっとじゃあすいません、カウルちょっと上げていただいてよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと作りをで、まあ前の方にこうウエイトが積まれてて、ウエイトはここと、はい、このキャビンの中に、あ、結構前の方に、まあ、この船全長短いんで、はい、バラあの重心取ろう思ったらこの方に誇りを取らないです、まあ、わだいたい、重心がどのあたりになるんですかね。あ、これをつけないと変わるんで、すいませんね、つけたら外したりしてもらって、あ、結構やっぱり前目ですよね。そうですね、前目の重心でされてるってことですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまたで、リンケージも、コサーボのとこはもうがっちりがっちり、これステンドに2mm なんで、はい、Z に曲げるのがちょっと厳しくて、あ、はい、結局このそのまま、はいはいはい、触角に折って止めてるってことですよね。やっぱステンの 2mm ぐらいの頑丈なやつで作る方がいいですかね。そうですね、分かりました。で、エンジン側が、こういう感じで、まあ、外しやすいというか、あ、そうです、こうですよね、このタイプはそうですよね、外しやすいようにメンテしやすいように作ってるということですね。ワイヤーのスロットルリンケージ、まあ、ワイヤーです。あ、ステンレスのあれですね。ピアノ線ですね。はい、遅い。はい。わかりました。はい、すいません。ありがとうございました。はい、また来年に向けて何か。オーストラリアは出るからに。そうですね。優勝目指して。まだこれで出られない。そうですね、今どこ、これの予定は。じゃあ、私もあのストック出ようかなと思って。あれで、いや、あれじゃないです、あれじゃないですけど、あれじゃない、違うやつちょっと出ようかなと思って、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということでですね、OBGC2021 ストッククラスの、チャンピオン、尾形選手の、ボートの紹介でした。撮影ご協力本当にありがとうございました。今回この撮影させていただくにあたってですね、あの打ち合わせ等々ほとんどできない中でですね、いきなりもうぶっつけ本番みたいな感じで撮影させていただきまして、本当にですね、ちょっといろいろ配慮に欠ける部分は、多々あったんですけども、なんていうのかね、このようなちょっと無理なお願いというか、レース会場での誰しもバタバタしている中で、でもですね、心よくボートをしていただきまして、本当にありがとうございました。でですね、この後なんですけども、実はですね、OBGC は4クラスですかね、コードウェルクラスと、ストッククラス、モディファイクラス、で、ハイドロクラスと4クラスがあるんですけども、残りのこのハイドロクラスっていうのがですね、ありますので、またそちらもですね、近々ですね、ボートなんか見せてもらえればいいなと思っておりますので、ご期待いただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。